とかのランナリ TV、 本日は新宮古ホテルでカフェをしました。先ほどイオンシネマじゃない、京都イオンで T ジョイ京都っていう映画館で激しね万有記を見てきました。めっちゃ面白かったです。ハロウィンだ。またお伝えします。